これまでのあらすじ。ニワは美少女に抱きつき、匂いを嗅いだ罪で現行犯逮捕されたニワン。まさかおまけ漫画でのセクハラで、捕まるとは思わなかったニワ。でもまあそろそろにわかねえ。ゼロ、釈放だ。ニワは。まったく、毎回しょうもないことで私を、呼ばないでくれる？こう見えて忙しいんだから。ニワは、ありがとニワっち弁護ちゃん。モグヤマさんもお世話になったニワねえ。もう来るなよ。ニワっち、今度は、もっとうまくやるニワ。やるなって。ニワは。そういえば今からゆかりちゃんに、頼まれて、蕎麦がきの作り方を教えるんにはけど。よかったら弁護ちゃんも食べに来るニワ。私は普通の蕎麦の方が、好きだけど、まあただなら言ってもいいわよ。もちろん、お礼も兼ねてご馳走するニワ。今回の報酬は、後日きっちり請求するからね。ニワは、手厳しいニワン。それじゃあ今回は、蕎麦がきリベンジということで、これらの料理を作っていく、ニワよ。よろしくお願いします。まずは一番手軽なワンガキからニワ。ワンガキは名前の通りおわんで、作る蕎麦がきには、洗い物が少なくて済むニワねえ。まず、お湯で温めておいたおわんに、蕎麦粉と、粉に対して 1.5 倍くらいの、熱湯を入れるニワ。今回はいろいろ作るから、だいぶ少なめで作るニワ。熱湯を入れたらあとは、ひたすら混ぜて完成ニワよ。お椀を温めておくところが、なんだか紅茶の入れ方みたいですね。目的は同じにわからねえ。熱湯の温度を下げないようにするためにワン。なるほど。そうこうしているうちにできたにワン。このまま醤油かめんつゆかければ、洗い物が最小で済むには。でもまあ、今回は撮影用なので、ちゃんと違うお皿に移すにはねえ。完成には。相変わらず美味しそうな見た目ではないですね。にワン。次は鍋がきには、名前の通り、お鍋を使って作るそばがきには。こっちは残りの料理全部に、使うから多めに作るには、そば粉に対して2倍ぐらいの、水かお湯を入れるには。そしたらまずは火をつけずに、鍋の中でよく混ぜるには。こんな感じで、ちょっと糸を引くぐらいになったら、強火にかけるには。火にかけながらもしっかり混ぜて、固まり出したら火から下ろしてよく、練るには。これで鍋がきの完成にはね。お店によっては、盛り付けるお皿に水やお湯を、貼るところもあるし、葉っぱの形とかに成形して、出すところもあるみたいには、成形するのは単純に、見栄えを良くするためには、水やお湯を貼るのは乾燥を、抑えるためにはけど、長くつけとくと表面が、粘り気を帯びてくるには。なるほど。続きまして、蕎麦がきあんこのせ、のためのあんこを作るには、あんこも手作りするんですね。完成品が350円ぐらい、小豆は250円ぐらいだったから作ることにしたにわん。あんこって結構お高いんですね。そうにはねえ。まず、小豆を洗うには。次に、小豆の3倍の水で沸騰するまで、火にかけるには。沸きました。そしたらお湯を捨てて、もう一度3倍の量の、水で今度は1時間ぐらい弱火で、煮るには。小豆が指で潰せるぐらいになったら OK には。それではこちらをご覧ください。砂糖 280g には。ひえ、本当にこんなに入れるんですか？にわも初めてあんこ作ったんにわけど、正直ビビったにわ。お菓子に砂糖を多量に使うのは、お決まりにわけど、これはちょっと群を抜いてるにわ。でも作り方にそう書いてあるから仕方ないにわ。一気に入れずに何回かに、分けて入れるにわ。というか、小豆も、だいぶ量が多くなってますね。そうなんにわよ、煮たらかなり膨らんだには、完成品買うより作った方が、量的にだいぶお得には。あ、塩も一つまみぐらい入れるにはよ。あとはあんこっぽくなるまで煮て、水分を飛ばして完成には。で、出来上がったあんこを、蕎麦がきに乗せれば、蕎麦がきあんこのせの完成には。なんだか、蕎麦がきがアイスに見えてきました。それじゃあ最後の料理、蕎麦がきすいとんを作るには。鍋にごま油をひいて、笹がきにした後水につけて、アク抜きしたごぼうを炒めるには。炒めたら一度鍋から出して、豚肉を炒めるには。塩、胡椒、ニンニク、生姜を入れてさらに炒め。いちょう切りにした人参と、大根を投入。炒めたごぼうも投入して、水を入れて煮るには。
見えてきたらアクを取りつつ、味付けの準備にはねえ。顆粒昆布だしの素と味噌、醤油を適量。そして蕎麦がきを団子状にして、投入。そして一煮立ちさせたら完成には。今更だけど、蕎麦がきは蕎麦の原型には、麺状になるまでは蕎麦がきの形が普通だったみたいにはよ。器に盛って、ごま油とネギをパラッとすれば完成には。ワンガキ、お椀一つで作れるお手軽な蕎麦がきです。前回のものよりも柔らかく、粘りのあるクリームみたいな食感。日本酒と飲むといいとあったので、適当に安いワンカップを買ってみたものの、マスターはお酒の味わからないからいまいちだったみたいです。鍋がき、そもそも蕎麦がきはスーパーに売っているような市販の蕎麦粉ではなく、新鮮な蕎麦粉で作るからこそ香りなどを楽しむことができる食べ物らしいです。さもありなん。蕎麦がき水豚、これは美味しかったです。主に汁が。蕎麦がきはうん、蕎麦がきあんこのせ、見た目は美味しそう、味もまずいわけではありません。でもアイスとかでいいんじゃないかな。今度蕎麦屋行く機会があったら、ちゃんとした蕎麦がき食べてきます。やっぱり私は普通の蕎麦の方が好きだわ。にわん、じゃあ今度蕎麦食べに来てには。そうね、気が向いたら食べに来てあげるわ。それじゃ。おえー、キリッとした人でしたね。マスターのお知り合いなんですか？あ、弁護ちゃんは庭の顧問弁護士には。え、もしかしてマスター何かしたんですか？え、いやいや、ちょっとお店の経営のことで相談してたんにわよ、にわはは。怪しい。